ハイパーベンチレーションハイパーベンチレーションとは、主にスキンダイビングで潜水の直前に行う、息を長く耐えるための呼吸法。この方法を行うことによって、より長く、より深い深度に潜水が可能である。深く早い深呼吸を繰り返すと血液中の血液ガスで呼吸を必要と感じる血中に、酸化炭素の濃度を低下させ、呼吸を引き伸ばすことが可能になる。 有用な技術ではあるが、限度を超えて水中に潜ると、血中に酸化炭素が呼吸を必要とする、要呼吸中枢を刺激する前に酸素が不足し、ブラックアウトを引き起こす、可能性がある。誤解されるが、溶存酸素量自体は、健康な人間の呼吸でも98%程度になるため、ハイパーベンチレーションを行っても、血中の酸素量は変わらない。 そして脳に必要な酸素濃度が徐々に低下していって二酸化炭素による息苦しさを感じるトリガーが入る、前に酸欠を引き起こす。この技法は自殺や犯罪行為である失神ゲームで悪用され、そのまま死亡したり脳に深刻な後遺症を残す場合もある。2019年には瞑想法としてハイパーベンチレーションを行い水中にいることで、 凍水感を得ていた人間の死亡も確認された。ブリティッシュコロンビア大学で危険行動の医療を研究しているイアン・パイクによると、水中訓練を行っているダイバーや軍人でも、ブラックアウトで事故を起こすことがある危険な呼吸法であると述べている。上の図は何もせず、一度水中に潜り、水面に戻るまでの血中の酸素とに酸化炭素濃度を示したものである。 二酸化炭素が先に上昇して呼吸が必要と感じるトリガーを引き酸素がブラックアウトゾーンに達する前に水面に戻って来ていることがわかる上の図はハイパーベンチレーションを行い水上に戻る前に失神した場合の血中酸素と血中に酸化炭素濃度を示したものである二酸化炭素が息苦しさを感じさせるトリガーポイントまで余裕がある状態で酸素濃度が ブラックアートゾーンに達していることがわかる。ありがとうございます。